写真の時はねこれない方があんまりいいんですけどね、うん、いただきます。いただきます。皆さんご飯食べましたか？もうどうですか？食べてみます。どうだろう、見た目は美味しそう。うん、多分美味しい。頬張っちゃう。うん、おいしい。うん、美味しい。そう、味覚的に言うと、うん、まだ完璧じゃないから、でも美味しい。美味しいって分かった。美味しい。うんうんうん、多分美味しい。美味しい。あのレシピ通りに作るから、いつも何もね、なんかすごいあの上手なんですって言えないですね。レシピ通りなんで多分美味しいですっていう感想。なんだろう、料理好きですとか料理がなんか上手なんですっていうタイプではやっていけない感じです、ね、はい、基本しかできない、言われた通りにしか作れない、何でも全部レシピ見て作るタイプです、うん、入れすぎたかな、うん、おいしい。なんかねちゃんとね、そう、レシピ通りに作ればね、美味しい。それはそうなんだけど、私ただの野菜炒めとかでもちゃんとレシピ通りに作っちゃう。心配で。でも私の、ママは目分量なんです、多分。一回料理作ってるの見た時に、目分量でやってて、それはそれでかっこいい。目分量でやれる人になりたいけど、目分量でやれるまでのまだスキルがない。だからもうレシピを見てレシピ通りに作る、うん、三つ葉多いね、ほんと。三つ葉ってさ、あと何に使えるの？誰か教えて、三つ葉の使い方。三つ葉結構量あって、でもそれでしか売ってなくて、でも三つ葉乗ってる方がいいなって思って三つ葉買ったんだけど、どうしよう。うん、茶碗蒸しね。なるほど。お吸い物、体に優しそうなものに入ってるんだね、三つ葉って。体に優しそうっていうか、卵と相性いいんだ。あ、卵焼きに入れる？あ、いいね。確かに。三つ葉の風味がでも薄いんだよ、まだ。うん。うん。鶏肉とネギ入れた。
でもやっぱもぐもぐ配信な苦手うまーってなっちゃうフフフ今多分ねシャキシャキ言ってたのはねネギだと思う。三つ葉やないよ私ね。揚げ物はねまだやったことない。揚げ物は買って食べるとか、あとはお弁当とかのだね。自分で作れない、怖くて飛び跳ねが。うん、うんうん、いいね。うん、油揚げさ、ママがさ私のマママジでリアクション王だと思うんだけど、リアクションがすごい、あ、なんかいつもヒーヒー言いながら揚げてくれてたなって思います。でも私が好きなのコロッケなのね。コロッケめっちゃ頑張って作って作ってるんですよいつも。そうだから、うん、大変そうだなって、揚げ物が。うんうんうん、うん、どんぶり大きいね。大きいのかな。うん、あの程よい、ちょうどいい。1.5 人前？いや、1人前だと思う。レシピ通りなんで。うん。みんなの夜ご飯は何ですか？今何食べてますか？食べてないですか？食べ終わりましたか？お、カツ丼似てる。ステーキ、ラーメン、ハンバーグ。すごいね、子供の好きな食べ物みたい。みんないろいろだ。生姜焼き、あ、生姜焼きね、近いうちにしようと思ってる。明日のメニューは今日はいっぱいあのお買い物またしちゃった。三つ葉買う用事で。なんか私あんまりこうさ、なんだろう、2、3日のレシピ買いますっていう人本当にすごい。なんか買いだめできる人すごい、食材を。できないから、なんかちょくちょく買いに行っちゃう。うん、買い物ベタですねそう、明日食べるもん、あ、やばい、考えてないわってその日に思うんです。あ、やばい、今日何もないっていうなったりするんですよね。うん、うん、計画的に変えたらいいのにな。うん、うん、あ、ありもので作る人もすごい。うん、ありものってないよ。なんか大事なものがないんだよね。なんか主食の肉とかさ肉とか、そう
なんか難しいよね本当に。主婦ってすごい。ん？買い物週一って人いる。すごい。それが羨ましい。それになったらいいね。なんかできてると思う。それはできてる生活。羨ましい。そんぐらいになりたいな。週一？すごい。もう今ね、ご飯作るぞってなると私本当に毎日レベルでいかないと。お米はね、熊本のお米なのかな、送ってもらう。うんうん、画面見ながら食べるとうまく食べれない。熊本の米わかんない、多分知り合いなのかな。でもいつも同じとこで買ってるって言ってた気がするけど、どこかわかんない。最近2食多い。デザート付きとかが多い。おやつ付きなかったりするので、はい。エプロンがある。おう。ワンピース。これ毎度登場してるからもう珍しくないよね。一番手前にあるのこれが。これしか使わない。手前にあるのしか使わなくない？これなんだけどね。これが全部私の顔っていうのはどう？めっちゃ怖いか。めっちゃ怖いね。アニメだからいいのかな。でもあそこって結構そういうことだよね。めちゃめちゃパクリになっちゃうか。ね、なんか食器棚整理してたらなんかこんなマグカップ持ってたんだみたいなの出てきたりするのよ。なんか手前のばっか使ってると、だからちょっと配置変えてみた食器棚。うん、
でもこれがめちゃ前の方にいるのは変わらない。お気に入りだから。ご飯するのに困らないくらい、あるよ。グッズ？フライパンとか。普通に。いろんな、あります。炊飯器とか。炊飯器持ってたのに1年くらいはさ、レンチンご飯を買ってたんだよね。どんだけっていうぐらい。でもなんか本当家でご飯食べなくてもいいくらいさ、なんだろう、もらったりとかさする、なんていうの、お弁当生活みたいな。あとはまあコンビニで買ったりとかで、そうなんだよ。炊くほどじゃないよだって思ったらもう。レンチンが早いと思って、無性に食べたくなった時しかお米も食べないことが多いから、炊飯器結構1年ずっと使ってない。でも炊いたご飯美味しいよね。おにぎりしなしな派なんですよね、私。なんかおにぎりもしなしなにして食べたいから、熱々のご飯で作ったらしなしなになるから、海苔が。それがね、いい。コンビニはさ、パリパリの海苔だったりするから、私はしなしなコーナーから選ぶ。たまにあるよね、しなしなになってる海苔のおにぎり、あそこから選んだり。呪術廻戦。そういえば呪術廻戦、それ見たいんだよね。鮭で思い出した。鮭っていう人がいるんでしょ。鮭って文字が見えて鮭で思い出したんだけど、鮭っていう人いる？あ、いるっしょ。でしょ？鮭となんだっけ、昆布だっけ、梅だっけ、なんかおにぎりの具で答える人がいるって。それめちゃめちゃ気になる。気になるんだよ。そうね、誰がやってたかな。私に、なんで私にそれを言ってきたの。私その情報しか知らないんだよね。呪術廻戦って何、魔法をかける感じの呪術って何。なんかどんなやつなのか分かんないけど、鮭っていう人がいるっていうのを知ってる、それだけ。楽しみ、見たいな。呪いの戦い、どんな戦い法よ。多分妹だったかな。見てた気がする。そうそう、見てた。
うん、でほらあれだよ、多分メールかなんかで言ったよね。あれ違う、ショールームでも言ったよね。なん言ってないっけ、1年くらい前かも。なんかお菓子に特典みたいなシールがついてくるかなんかで、なんかこっちないから買ってきてみたいな感じで言われて買いに行ったもんね。でも売り切れてて結構大変だった。日本店舗一個、うん、売ってたよね多分。今も好きなのかな。危ない危ない、私、うん、あ、そうだ、かかし先生みたいなかかし先生なんだよな、今だから。かかし先生みたいなキャラクターがいるよね、髪型が。あ、その印象もあった。でもそのキャラがみんなかっこいいって言ってるから、多分私も王道でそのキャラが好きになりそう。予想してください皆さん。あ、いつ見れるかな、なんか見れたら見ます。五条先生、みんなそのキャラが一番なんていうの、王道コースなのかな。ヒルアカでいうトドロヒくんみたいな。うん、リベンジャーズだと今のところね、だからあれだよね、ドラケンくんだよね。そう、マイキーじゃなくてドラケンくん。うん、ナルトだと難しい、ナルトって。あ、もちろんだからマイキードラケンセットだよねって思う。なんかその2人の感じが好きなんだと思う。セットセットなる、今のところナルトだと難しい、どうしよう、どうしようかな、難しいな。でもかかし先生いると嬉しくなるから、かかし先生なのかな。でもガイ先生も好き、いっぱいいるんだよね、かかしじゃなくてかかし先生、ナルトって、ナルトってなんか好きなキャラっていうか、好きなんかキャラクター多いよね。まあそれ言ったらワンピースもなんだけど、各ところにいる感じがする。そうだって、そうなんだ、イタチさんもさ、そうなんだよね、いろいろ知ったらそんなに悪い人じゃないじゃないかってなって、みんなそうなった、もしかしてあの時代の時ね、分かる、知らんよ、全部そうなんだから。難しい、推しって決めるの無理だね、決めらんないわ。うんうん、もうしかまるもそうなんや、ほんとにほんとに。でナルトが好きだからね、でもナルトはナルトが好き、ルフィだよね、ルフィも好き。うん、ワンピースも決めらんない、各ところにいる。だって青生地さんとかもなんか絶対いいキャラしてるもんね、このあと海軍だったけどっていうところで言うと、あ、スモーカーさんも好きだしね、海軍で言うと。でも海賊も好きだよってなっちゃうから、だからね、推しっていうのは決められないよね。総じて好きってことでいいのかもしれないよね、ほんと。うん、無理に決めなくてもいいのかもしれない。
赤犬だけはでもなんかまだダメですね。うん、飼い犬だけはダメ。うん、うん、サボどうなったんだろう。待って、言わないでよ、言わないでほしい。でもサボ今どうなったんだろうっていう、うん、言わないで。ネタバレはダメなんだけど、どうなったんだろう。うん、いやそうなんだよね。言っちゃダメだよ。アットマークの後とかにつけないでね。本当に本当に。どうなるんだろうこの後。本当楽しみだね。2週分ぐらいまだでも見てないかも。8月入って見てないからな。そう、フリーやないよ。本当にダメですよ。ボンちゃんもね。うん。うん。いや、好きなキャラはもう本当に多い。ダメだ。おでんさんもいい人だったし。うん。いわちゃんね、懐かしいよ。インペルダウン編ね、うん、好き。でもなんかめちゃめちゃさ、マジやんだっけ、毒の人めっちゃ最強じゃんってあの時すごい思ってた。これみんなやられちゃうじゃんって、能力者やろうが。マジなんだっけ合ってる？うん。ね。あとさ、あのシーンは本当にあのろうそくの人、なんだっけ、ミスター3だっけ、あれ、3の人ってルフィが言ってたか、私も3の人で覚えちゃったんだけど、名前なんだったっけ、ミスター3だっけ、なんだっけ名前。あの人もさ、ちょうどいいタイミングだったよね、本当に。あれ、鍵作ってくれたの時は、なるほどってなったもん。うん。でも、悔しいよ、本当。あれ思い出すと、やっぱり赤犬許せないわ。ダメだ。名前なんだっけ？みんなわかんなくない？名前。うん。3の人でいい？ワンピース見てない人は本当に見てほしい。食べた。全部食べたよ。完食。美味しかったです。アニメのキャラの名前覚えるの大変大変。そのシーズンだけは覚えてるんだけど、もう次のシーズン行っちゃうと忘れちゃうよね。ワンピースでそれは思った。最初全部覚えてたの私、なんか気になるから、誰がその重要キャラとか知らなかったから、全員覚える気で行ってたんだけど、どんどん違うこと覚える。あの学校の勉強と一緒だよね。抜けちゃう。
ましてやそういう経験があってからはなんかうん、キャパオーバーしてるよね。そうもうなんだろう、うん、ヒロアカとか覚えてないキャラ全然いる。どんどんアニメに慣れてきたらキャラクターの名前覚えなくなっちゃう。あのいるじゃんあの人みたいな感じになっちゃう本当。うん興味あるキャラしか覚えない。うんヒロアカもむずいもんね。鉄ぐらい簡単な方がいいかもしれない、もしかしたら。なんだこの名前って思ったけど鉄ってぐらいの方がいいよね。意外とそういう方が覚えるうん。まあ結構キャラクターそのままの名前だったりするけどね。だってトドロキくんなんてトドロキに焦げて氷って書いてショートだもんね。確か焦げた氷か逆か、いやそっちか、焦げるっていう字とさそうだ、分かりやすくないそのネーミング。うん面白い。うん、エンデバーのやつマジ本当に最後に見たのエンデバーが活躍してるところで本当にもう感動した。また見なきゃ本当最新シーズンを、うんね、ブリーチはね1話しか見てない1話見てちょっとまだ自分にはその時多分 2,3 個同時に見ようかなと思って1話だけなんかとりあえず見たんだけど追いつかなくて一旦端っこに置いてる自分の中で。どんなお話だったか分かんない。確か何だったっけ覚えてない。ブリーチ刀使う系だった気がする。戦闘方法情報量これしかない自分の頭の中で、うん、結構長いですよね。うんそれね聞くとねそうなんです。でもそう好きって言うと多いから周りも気になるなって思うんですけどね。はいそんな感じ。どんどん新しいのが出てくるじゃない。だからリベンジャーズとかさ多分結構新しめって認識なんですけど、アニメが始まったのが最近だからか、アニメから入るタイプだったりするので、てかアニメでしかないので、そうね意外とね。あブリーチ好き多くない？結構みんな見てっていう人多い。コメントがみんなブリーチだ。なるほどみんな好きなんだね。そう私もそうね応援したくなっちゃうもんね。ほんとキャラクター応援してる。うん漫画よりアニメ。うんそうなの漫画が読めないの。漫画が読めないっていうか漫画ってよりはそう見やすい理解しやすい。私めちゃめちゃ長いんですよね漫画読むのが。読むスピードがこれはどこの吹き出しだってなっちゃうタイプで理解があまりできなくて読み慣れてないからめちゃめちゃ時間かかるね。あと後ろのわははも読んじゃうタイプなの。笑い声みたいな全部読みたい。枠に書いてある吹き出しの全部読みたくなっちゃうから手よりは。だからそういうタイプの人はなんかアニメで見た方が進む理解も早いかもしれないそうそうそう。あー銀魂ね、銀魂も見たいんですよ実は。ギャグ系だっけ。昔と
今を混ぜてるみたいな感じですよね。私あれ最後だけ、最後なこの間、そうファイナルみたいなのなんか見ちゃったんだけど、でもちゃんと見てみたいな。うん。あ、夜ご飯の会終わったからちょっとテロップだけ変えよう。何にしよう、何にする。今日もお疲れ様、お疲れさんの会。え、なにこれ今ね、え、なにこれ。みんなのさコメントタップしたらさ、なんか情報が出てきたんだけど、チームメイト推しとか書いてある。面白い、やば、みんなの見えちゃう。なにこれすごい。え、みんなも見れるこれ、面白い、やばい、これみんなの情報見えちゃうよ。チームメイト箱推し、チームメイト卒業の子もみんな応援してますだって、勝手に読んじゃった。ありがとうございます、嬉しいです。面白い、ちょっとびっくりした今、急に誰かの情報出てきてびっくりした。自分だったわ、自分が推したんだ。なにこれすごい面白い、みんなのみんな SNS ってついてるのはこれ何。なるほど、これ見えるんだね、これで、ね、みんなのツイッターのまで飛べるんだ。え、すごくない、みんなのリンク貼ってあるようなもんってことだよね、これすげえ、これ、なるほど。いいね。あ、でも私が押したやつはみんなには反映されないか、さすがにそこまでではないか。なるほど。ねえ、見てどうするって。いや、楽しんでる。面白いですね。なるほど。ちょっと今びっくりしました。何の話してたっけ。何の話してた？か分からないレベルの話してたってことか。うん。なるほど。あ、タイトル変えたよって話してたのか。失礼、一瞬止まりました今。失礼しました。オンラインお話し会したいよ、だって多分ネモハモルーマーでできると思う。オンラインお話し会なのかな、多分だよね、まだわかんないけど多分あると思う絶対。ネモハモルーマーの発売が来月なんで、ってことはそれ以降か、早くて秋かな、10月くらいかな、9月の29だからね。うん、ね、まだわかんないよね。そうだね、うん、でも踊れるかな今。8月入って踊ってないな、うん、生誕、そう生誕の、そうだ決めなきゃ、毎日同じこと言ってる。あー、やんなきゃやんなきゃやんなきゃ。やらなきゃいけないこといっぱいあるな。ここはね、なん、え、
この場のこと、私はなんかもう755と同じ感覚口で答えられる、すぐにみんなと、まあ、会話してるっていうか、うん、一方的に喋ってるだけだから会話っては言わないけど、755の 3D 化じゃないね、もっと立体的になったって感じすぐ答えられるから、うん、うん、話しやすい、直接すぐ言えるから、うん、映像版、うん、長袖暑くないって、暑くない、なんかね、こう今日湿度高いじゃないですか、高いなと思って、だからなんかエアコンを今なんか冷房じゃなくて乾くみたいな、なんかそういう機能のやつにしてるんですけど、そしたらちょっとだけ確かに寒いな、寒いのかでも別にこれ着てたらそんな、うん、冷房より寒いのかもね、なんか冷房は27度、暑いところから帰ってきたら1度下げたりする、でいいなって思い始めたらもう1個上げる。レッスン上はね、もう十何度とかだよ、レッスン上は。それでも汗かくからね、すごいよね。ネモハモルーマー多分3回ぐらい本気で踊ったらもう十何度の世界よそれでも暑いんですけどって言って、いやこれが一番低いんですけどみたいに言われる、あそうなんですねつってってくらい暑かったりする汗かきさんだからかな私、うん、あそうそう、徐々に冷えるから風邪ひかないように気をつけた方がいいっていうけど、私多分年に1回は風邪ひくんですよね、なんでだろう、そうよく風邪ひいちゃいますねよくない、平熱5度何分とかだったりする、低っ6度ない時と今日5度8分だった気がする低すぎるんだけど、低いよね多分、6度前半とか5度8分くらい、低い低いよね、低そうなんだよね、低いけど、その36度と36度2分ぐらいが私のちょうど出やすい、うん、そんな低い人も、あでもなんか外で暑い中暑いとことかの後に測ったりすると6度5分とかあるよ、でも基本低いのかな、うん、あ、9時になってるやん、ドボンやろうかな、でも時間合わせじゃなくて今はね多分めちゃめちゃベッドした方がいいね、9時過ぎてた、気づいたら
ゴールデンベッドタイム。やば、セリフ全然書いてなかった。ハロー。今が一番、そうなの、ゴールデンベッドタイムだからね、重要です。重要。あ、もうドボンしちゃいましたって人いる。ハートなくなった。うん、私は今自分のランキングないだろう。お、14位まで上げてたか。毎日やってるからね、ちょこちょこ。でも私の目標は10位以内に入ることだから、自分の推しの中で。ドボン。どんぐらい差あるんだろう、なる推しの。でもこの時間に10ベッドでずっとやってたらね、なんかめちゃめちゃランキング上がる。うん、なるちゃんってほんと人見知りについて、私もね、なんか自分が人見知りなのか微妙、人見知りなんだと思うんだよね。わかんない。日によるっていう言い方でもないし、なんて言ったらいいんだろう。うん、難しいな。確かに、そうね、人見知りではあるのか。人見知りではあるのね。うん、難しいね、判断が。緊張するからな、基本的に。初めましては、確かに。あ、でも握手会とかは会いに来てくれてる認識だから全然緊張しない。あるよね、そういう。だから自分が今人見知りかって言われたら難しいって思っちゃった。うん、最初の頃でも私多分1年目だな。1年目の頃何話していいか分かんなくて、ありがとうございます、すいませんしか言えない時期って私もありました。お話、握手会で、あ、すいません、あ、ありがとうございます、あ、嬉しいですみたいな、もうさ3つぐらいしか言えなかった。そう、1年ぐらい経ってやっと会話することを覚えましたね。うん、最初覚えらんの、本当に。
とぼ。想像できない、想像できない、いいよできなくて。ランキングどのぐらい差あるかな今。ん？これか。ファンの方との差はちょっとわかんない、どこで見るか。最初からフレンドリーだった、だってプロじゃん。確かに、なんかお友達みたいに喋ればいいんだって途中から思い始めたのは覚えてる。みんなのことを、あ、友達だと思って喋ったらいいんだって思ってからは確かに、うん、フレンドリーかもしれない。そういう意味では敵ではないじゃない、だって会いに来てくれてるから。だからお友達みたいに接するぞって。そう、13位になった。私の目標まであと3位だ。お、私のカードの人だ。どうもどうも、こんにちは。時間合わせしないって、あー、いや、してもいいんですけど、この時間はしないかも。そう、9時台はしない。やるとしたら10時だけど、今日は、でも配信はそうね、この時間帯に終わっちゃうかも。今日は短めのご飯を食べる配信っていう見込みだったので、そう、また今度また配信します、いつか。そう、今日この後動画を一個撮んなきゃいけなくて、動画っていうか お仕事で。それをやらなきゃいけないのをさっき思い出したので、そうなの、やりきりたかったんだけど、今日もちょっとそれをやらないといけない。催促が来て気づいたんだよね。それも本当に良くない、無視しちゃってんだよね。そう、無視っていうよりは気づいてないのよね。そう、今日までだってやんなきゃ。それはやんなきゃ。うん、そう、アンケートも書かなきゃ。アンケートも来てた気がする。やっぱ私既読つけない方がいい気がする。既読つけると忘れちゃうんですよね。一番タチ悪いことしてるなっていうのは分かってる。ごめんなさい、本当にごめんなさい。まだあと3時間ある。さあ、そうね、今日はまだあと3時間あるよね。やります。半までで終わろうかな。12位になった。これ10位になりそうじゃない、半までやってたら。片手ドボン、やることがある、やることがある。そう、宿題はすぐやるのに。昔の話変わったのかも、もう。やばいやばい、やらなきゃ。
確かにね、 LINE グループに一人の、確かにね、なるほど、自分のねメモ欄みたいなの作るのね。確かにいいかも。簡単に上がっていく。そうだよ、ドボンはね、やればやるだけ上がってく。ない、終わってた。相手の手札は見えません。見えないですよ、あの本当にあのね、何もできん、普通にプレイしてる。でも多分メンバー補正はあると思う、みんなが優しかったりするからその間的に多分ドロースリー持ってたんだろうな、でも私に出さなかったんだろうなとか、結構みんなの間でね分かったりする。こう忖度は少し多分されてる気はする、正直感じます。このまま多分そうだよなって、間を。でも結構ドボン上手だと思う私。でもカードの引きも大事ですからね。楽しいドボンゲーム、 AKB のゲームの中で一番今なんかハマってる気がする。どのいろんなゲームあったけど、分かりやすいからかな。カードゲーム、私カードゲームだと七並べとか大好き。七並べ、あとなんだっけ、スピードっていう、スピードだっけっていうやつよくやってた。どんな遊び方か忘れちゃったけど、スピードってやつ、なんかスピードやろうってなんかよくやってた気がする。うん、どんな遊び方かはちょっとわからない、もでもやってた。どんなんだっけ、あの上か下か、カード出す感じだっけ、なんだっけ、どういうゲームだったっけな。そう、ずっとね妹とやってた。1日3回ぐらい、ずっと3回ぐらい3戦ぐらいやって終わらせるみたい。そう、低人数でできる。あとまあババ抜きも楽しいけどね。でも一番好きなのは七並べだった。何も考えなくていい、子供の頃はね。わあ、今8ベッドしかできなかった。ハート押し間違えちゃった、悔しい。8ベッドあと2つ押したかったのにキャンセル押せなかったスタート押し間違えちゃった、残念。10だとそう、10ベットしたら11倍お得お得。ジム行ってきた、だって行って帰ってきた、えらジム行ってきた人いるよ、えらい。運動ね、運動だとまあ私もちょっと遠い、なんか徒歩でちょっと遠めのスーパーに行くっていうのはよくやりますけどね。あの気持ち遠いとこって散歩運動がてら。うん、でも私も
いいな、ジムとか行きたいな、行きたいな、止まりなんだよなそうで、あ、今ご飯食べてますって人いる。私もさっき食べてました、ご飯。私は今日は親子丼でした。明日は何にしようかな、お鍋にしようかな。ご飯って、ま、なんか自炊しようって気になってると考えないといけないもんね。そう、ご飯何作ろうって、うん、で結構なんか野菜いっぱい買った気がするから、多分今の感じだと鍋が一番ベストな気がする。明日暑いらしいよね。雨が上がりましたね、そういえばね。あのずっと雨降ってたからさ、何もできなかったけど、なんか洗濯物とかを外に干せるだけでも気持ちいいよね、やっぱり。ね、晴れるといい、気分がいいですね。うん、といってもあんまり外干ししないんですけどあんまり外干ししない、部屋干し多いんですけど洗濯してますよ私も雨だとね、そうなのよ、やだよね雨ってね。うん、苦手な家事、なんだろう、苦手な家事、なんかそんな苦手、嫌いじゃない、別に嫌いじゃないのかもしれない、なんか難しい、嫌いか、なんだろうな、全部好きだな、好きだからな、なんかなんだかんだやってよかったって最後になるけど、でもちょっと大変だなって思うのは、あの拭き掃除だね、拭き掃除とかかなね。それ以外はそんな、時間があればできるよねって思う、なんかゆとりと時間とそう、あ、だからお掃除とか洗い物とかするときとかって、私はだからもうガンガンに音楽かけたりでやっちゃう、わーって、うん、大事よ。洗い物をすぐやる、うーん、量によるかな、洗い物は。お昼終わったらやったりだね、量が多かったら。でもそんな少量だったら後回しにしちゃう、で一日全部一緒にやっちゃうそんな感じです今日洗い物しなきゃ今からっていうか、動画撮んなきゃだから、そうだね、ほんとそろそろ終わろうかなって思います。今日の配信はほんとにご飯を食べてるだけの配信でしたね。あと何の話、これもう何の話かまとわらないです。はい、でも
とりあえずみんなお疲れ様っていうお話でした。総じてそれにはいかないかな。みんなと今日もお話みたいなことができてよかったです。ありがとうございました。動画撮んなきゃ。ということで今日のランキング読みます。13位ポンポンポンプッチさん、ありがとうございます。12位 YSA733 ありがとうございます。11位きよしアットマークなるんちゅう、イエーイ、ありがとうございます。10位香港の春マットマークなるちゃん今日もかわいいのかい、イエーイ、ありがとう。9位 TK トンからアットマークタイ、ありがとう、コプンカー。8位吉田アットマークなるちゃん好き好き大好き連番、大連番やりたいよね、え懐かしい、そんなこともあったなみたいなっちゃう。7位しんぺいちゃんありがとうございます。6位よしっちアットマークなるおしありがとう。5位はじめアットマークもぐもぐ見てたらお腹すいた、もう一度晩ご飯食べます。食べ過ぎ注意ありがとう。4位のぶあきさんかな、ありがとうございます。3位ひろゆきアットマークあーはいさんありがとうございます。2位ありちゃんありがとうございます。1位、え、なにこれなにこれ、1位、え、なにこれ、ケンタ、やばい読めない私、ちょっと待って、読めないっていうか待って、なんでなんて書いてる、なんかさ押したら変わるんだけど、なんで名前変えてますかこれ、もしかして読めないからコメントして、コメントのところから読むから、なんかコメントして、1位ケンタさん読みたいんだけどね、あの注意マークみたいな先が読めない、最高の鳴る推ししか見えない、あ、それでいいのかな、そんな感じ、あ、最高の鳴る推しなら最高に強いんだ、ありがとう。なんでだろう、名前が押すと違う名前になった、そうなの、多分変えてるんでしょうね、変えて、そのに毎日変えてるもんね多分、ありがとうございます。とりあえず読めたからいいや、 OK、 ありがとう。じゃあみんなまたね、今日もありがとう、また配信するとき言います、バイバイ、解散。